賃貸の正木 JR 奈良駅前店の森岡です。今回ご紹介しますのは、JR 京畑駅、近くの分譲タイプの賃貸物件のご紹介になります。それでは一緒に見ていきましょう。まず、こちらが LDK ですけれども、大変、長手になってましてね、すごく使いやすい、間取りになっています。で、こちらアクセントクロスなんかも貼ってまして、お部屋の中が大変明るく見えます。そして、まずお部屋入った時に、気づいたことはこちらどうぞ。向こうの方には生駒山も見えます。大変、見晴らしがいいベランダになっています。はい、ベランダの出幅の方も約2メートルぐらいの出幅になります。はい、そしたらこちらの方どうぞ。はい、LDK の方と続き間になってます。ご覧の通りの6畳の和室ということで、収納の方もしっかりと確保されています。そしてまず気になるキッチンを次見ていきます。大きさの方も、およそ、2メートル余りぐらいあります。で、キッチンの天板はエンボス加工ということで、包丁なんかでもね、傷のつきにくいタイプになっていまして、火元も見口ありますので、大変料理もしっかりと作っていただけるかと思います。それからこちら、カウンターの天板は、人造大理石タイプで非常に、高級感出ていますので、ぜひこれはあのカメラ、ムービーからではなくて、現地一度見に来ていただきたいと思いました。それでは次水回りいきます。はい、はい、水回りです。洗面所、はい、そして洗濯機置き場と、それから浴室になります。はい、浴室の方もしっかりと広さは確保されていますので、家族で入っていただけるかと思いました。それから、はい、おトイレもちょっと見といてください。はい、もうクリーニングも終わってますので即入居可能ということになっています。次、こちら洋室です。どうぞ。こちらの方です。広さはおよそ、4畳ぐらいの子供部屋的な使い方がいいのではないかと思いました。収納もご覧の通りしっかりついていますし、それから細かいところですけども、クロスの方も今流行りの立体的なクロス貼っていますので、大変、感じのいいお部屋になっています。そしてお隣もう一つお部屋あります。こちらの方もおおよそ広さは4畳ぐらい、そして収納もしっかりハンガーパイプ、それから上段の棚もついてます。それではもう一度戻ります。その前にこちら靴箱の方を見ておいてください。はい、それとあとセキュリティ面なんですけれども、さすがに分譲タイプということだけありまして、日勤の管理者の方もいらっしゃいますし、またこちら、はい、こういったモニター付きのセキュリティの機材もしっかりとついています。やはり賃貸物件というのは、やはり管理を買えなんて、昔からよく言われてますけれども、ぜひ、こういった分譲タイプ一度お住まいください。敷地内の駐車場も確保されていますので、ぜひ、お問い合わせいただきたいと思います。また法人さんも大歓迎でお待ちしております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の正木の森岡が自信を持ってお送りいたします。ぜひ来てください。ありがとうございました。